シチェン・イッツァのモーズリー・アルフレッド・パーシバル・モーズリーは、イギリスの考古学者。グアテマーラとメキシコの古代マヤ文明の遺跡を詳細に、調査して写真を撮影したことで知られる。モーズリーの調査の質は、非常に高く、現在も参照される。モーズリーは、ロンドンに生まれた。アルフレッド・モーズリーは、ヘンリー・モーズリーの孫であり、モーズリー家は、 代々モーズリーサンズフィールド社の経営者であった。ケンブリッジ大学時代には、鳥類学に興味を持ち、グアテマラを訪れて、野鳥を調査している。卒業後、イギリス植民地であるトリニダードの総督の秘書の職を得た。総督がオーストラリアのクイーンズランドに移ると、モーズリーも同行した。その後、フィジーに渡り、初代フィジー総督、アーサー・ゴードンの下で働いた。 モーズリーは6年間にわたって、トンガ、サモア、フィジーで仕事をした。この期間に、アーサー・ゴードンらと共に民芸を収集し、収集品をもとに、ケンブリッジ大学の考古学、人類学博物館が成立した。植民地の仕事を辞めた後、1881年に、グアテマラにわたって、コパンとキリグラの遺跡を訪問した。さらに、ヒカルを訪れて、ジャングルを切り開き、 写真を撮影した。1882年には、ヤシチラムを調べた後、キリグアンを訪れて、写真だけでなく、石膏で、モーニュメントの型を撮った。1885年ではコパンでも、同様の調査を行った。パレンケとチチェン・一ッでは、紙で型を取った。モーズリーはマダイ石の正確な地図を作った。モーズリーは、マヤヒブンの冒頭に繰り返し同じような文字列が、 現れることに気づき、イニシャルシリーズと名付けた。これが日付を表していることは、まもなく明らかになった。1892年、アメリカ合衆国のガバヌーア・モリスの孫娘である、アニーと結婚した。同年、ピーボディ考古学、民族学博物館の依頼を受けて、夫婦でグアテマラコーチを調査した。1912年に、王立考古学研究所の所長に選ばれた。 同年、オックスフォード大学の名誉理学博士号を送られた。ケンブリッジ大学も1925年に名誉理学博士号を送った。モーズリーの収集したい仏と石膏の方は、1923年にサウスケンジントン博物館で展示した後、大英博物館が所蔵する。グアテマラ調査の最初の報告は、王立地理学会の起用に発表された。 この論文では当時までアメリカの遺跡に関する知識がなく、寒さを避けるためにグアテマラに行ったと記しているが、イアン・グレアムによるとこれはおそらく謙遜の字に過ぎず、最初からマヤ遺跡発掘を目的にしていたのだろうという。主張はバイアロッジやセントラライアメリカーナの考古学の部として出版された。図版4冊、本文4冊、グッドマンによる付録からなる。 モーズリーの7回にわたるフィールドワークの記録であり、極めて信頼性が高い。ピーボディの依頼による調査結果は、夫婦の協調で出版された。モーズリーは、ベルナルディアス・デル・カスティリオの、メキシコ征服記を英語に翻訳した。この書物はすでに英訳されていたが、モーズリーは、後世の人による変更の少ない本から翻訳した。植民地官僚時代の回顧録を晩年に出版した。 ありがとうございます。